ュージックフェスタイモツヤマトです。さあ今日は、国風さんをお呼びいたしました。国風さん、こんばんは。こんばんは。イエーイ、イエーイ、イエーイってことね、はい、疲れましたね、レコーディングね。今レコーディングしてましてね、国風さんレコーディング中、国風スタジオね、ここは今島秋市のね、はい、国風スタジオ何がしにありますね。はい、何がし、ね近くにファミリーマートがあるんですけどね、はい、いやあんまり詳しい場所もね、国風さん、勝手ミュージックフェスタインモーツに出演されるということで、うん、はい、今回ですね、出させていただきます。っていうか、まあ、まあ毎回、ね、オリジナルメンバーですけどね。そうそう、はい、最初のね、まあ、僕ともう本当第1回からずっとやってる、はい、そうです、国風くん、ね、意気込みはなんか、意気込みはですね、はい、いやそれ僕が聞くんだよね。あ、そうか意気込みどうですか。あ、まあ、普通に、いや普通じゃ、あの、ダメだね、なんかちょっとね、もうレコーディングでね、ちょっとセイコンが付き合ってますね。まあ、あの、セイコン全身全霊で、うん、あの、皆さんをね、楽しませたいと思います、うん、はい、がっつりこう、がっつり、はい、トレーニングを積んでね、はい、国風さんね、はい、まあ、一つ報告があると、はい、この勝手にミュージックフェスタイモッツで、一応 CD 発売予定ですね。そうですね、うん、はい、10月22日目標でね、目標でね、アルバムね、十何曲いけるかな。いけるでしょう、江浜くんもお願いしますよじゃあ盛り上がっていきましょう。じゃあだけでね、それまでね、忙しいというか、まあ駆け足で、うん、はい、やっていきましょう。はいっす。じゃあそのわけで、勝手ミュージックフェスタインモッツよろしく。はい、よろしく。
世界の